ですね、あのロシアのウクライな軍事侵攻ですね、あのー、まだこれですね、侵、あ、攻の,ー、進行あの続いておりますが、これですね、あのー、この状況がですね、あのー、ですねこれロシアがこ,れこの状況を、ね、変更させるために、あのー、ですね、 あの、作戦どうですね、あの、いくつかまたつやと思うんですけども、えっ、ー、とですね、あの、次の、あのですね、あの、一バージョンに、2バージョンの、こっち二バージョンの方に切り替えてくるということかですね、あってですね、それがですね、あの、次の、あの、作戦二の方が、えっ、ー、とね、あの、生物兵器、あの、生物か兵器、核兵器ですね、 それとあとですね、あのですねあの核兵器というのがですね、あの核兵器というのがあるわけですね。で、そのあのですね、ウクライナのキエフにですね、これをですね、 停、ね、戦、ロシア、ウクライナの停戦あのです、ね、本当のです、ね、これあの、平和というのを、ですねあの、世界的にですねあの、平和を実現するために、日本からですね、ここ、日本から救世主が現れるということです。